ジョージ・マーティン・ワイスはメジャーリーグの元球団経営者。コネチカット州ニューヘイブン生まれ。ニックネームはロンサム・ジョージ。1930年代以降のニューヨーク・ヤンキースを今期に活躍したゼネラルマネージャーでメジャーリーグで最も成功した経営者の一人と言われる。20代の頃から地元コネチカットの野球企業家として名を挙げる。 当時イースタンリーグに所属していたニューヘイブンのセミプロチームに日曜日ごとにタイカップなどのスター選手を呼ぶことで多くの観客を動員していた。その経営手腕が変われ1919 19年にワイスはイースタンリーグの球団を自ら所有するまでになる。1932年からはニューヨークヤンキースの経営に加わり主にファームシステムの整備をしていた。 ヤンキース参加には多い時で29段以上が所属し、ワイスはその中から才能ある選手を生み出すだけでなく、選手の余剰からヤンキースでは才能を発揮できないと、見た選手は積極的に他の球団に売りに出すなどしていた。1930年代から1940年代にかけてマイナー組織で大きな影響力を持っていたワイスと、 上司であるエドバローやラリー・マクフェイルとの関係がうまくいっておらず、しばしばワイスは彼らから礼遇を受けていたという。1947年にヤンキースの経営がダントッピングとデルウェップの手に渡ると、ワイスは強い権限を持ったゼネラルマネージャーとなるが、しばしば周囲の理解を得にくい独断的な判断をしていた。例えば1948年、 ヤンキースのリーグ成績が3位に終わると、ワイスは前年ヤンキースを優勝に導いた、当時の監督バッキー・ハリスを、いち早く解雇、新たな監督として、ケイシー・ステンゲルを招聘したが、この監督交代劇は、周囲の理解を得られず、当時相当に批判をされた。しかしステンゲルは、その後12年間で、ヤンキースに重度のペナントをもたらす活躍をする。 ワイスは1950億1951万1952年と1960年に年間の最優秀球団経営者の表彰を受けている。1960年のワールドシリーズの後、ワイスと監督のステンゲルはヤンキースとタモトをは勝ち、ワイスは1961年から新たに創設されたニューヨークメッツの理事長となる。 設立当初全く勝てなかったメッツは、ワイスのファームシステム整備が徐々に成果を上げ、1969年にはトム・シーバーやジェリー・クーズマンらの活躍でワールドチャンピオンとなった。1971年にアメリカ野球殿堂入り。翌1972年にコネチカット州で死去。1982年はメッツ球団の殿堂入りも果たしている。 なお一部資料では、ワイスはアフリカ系アメリカ人のメジャーリーグ参加には消極的だったとされている。ありがとうございます。